こんにちは、ポプラチャンネルのポプラが来たよ。おや？え、なになに？おやってなに？嫌な予感が。上から隕石で持ってくんのか？卵孵化、トクサネスティ観光編。こんにちは。前回油断してまさかの牛尾に負けるというオチをしてしまいましたが、その後リベンジで勝つことができました。だけどあのアモギリとかいう男には逃げられてしまった。この先何かあるのかな？もう何もない感じ？戻っちゃうわよ。戻るのかな？え、ここどこだ？ああ。あ？どこここ？ああ、そこか。うん、これでもう大丈夫。卵もそもそろね、生まれるらしいよ。このピースで行こう。ほんと何が生まれるんだろうね。でもこうやってプカプカしてる時に生まれたらどうすればいいんだろう。ミナモスティ。もういないのかな？いないね。じゃあ行っちゃおっか。ね。どんどん行きましょうよ。島がいっぱいあるね。4カ所ぐらい寄れるみたい。でもすぐ近くに大きな島があるよ。いやー、泳いでるよ。キャモメがいる。なんだここは。へー、深い海だって。深海魚とか出てくるのかな？それは怖い。メノクラゲ懐かしいな。確かサファイアやってた時ってなんかレベル35ぐらいまでがレベルマックスで登場したような気がするんだけど、気のせいかな。うわーい、びっくり。ここはトクサネシティ。トクサネってところがあるらしいよ。大きな町なのかな。行ってみよう。すぐそこら辺にあるみたい。これトクサネシティ。島一個だけやん。家一個だけやん。これトクサネシティ？こんにちは、トクサネシティですか？ねえ、知ってる？君知ってる？何？知ってる？知らない。何のことか知らない。じゃあ教えてあげる。波乗りでサメ肌と泳ぐと超速くて超気持ちいいんだよ。じゃあ知ってる？だよね？なんじゃそりゃ。だよねんってなんやねん。じゃあやろう。じゃあ私も一個。なに、トレジャーハンターの小屋。え、私の褒美をくれんのか？こんにちは、お宝ください。俺はダイビングトレジャーハンター。深い海に潜ってよ。海底に眠るお宝集める。すげえ野郎なのさ。私の方がすごいんですけど。君お宝持ってないのか？赤い隠れ家、いろんな隠れ見つけた。交換してくれよな。なんだいなんだい。かわいいポケモン。かわいいポケモン。かわいいっつったらマグちゃんだね。ダメだ、マグちゃんの話題出すとね。ちょっと子供たちには言えない内容が出てきちゃうからやめとこう。トクサネシティ、月糸！これがトクサネシティか。大きな真珠。トクサネシティ。どこに住居があるんだ？あ、上か。こっちは何もなさげ。プカ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 。こんにちは、ポプラチャンネルのポプラが来たよ。おや？え、なになに？おやってなに？嫌な予感が。上から隕石で持ってくんのか？なになになに？あ、卵！何が生まれるんだろう。ザコポケモンじゃないの。ほんとお願いします。何生まれた？目つぶってます。目開けます。なにこれ？そうなの？ちょっとそれねえわ。こんなに数ヶ月もかかって、そうなのはねえわよ。ピョコじゃないね。ボックスしまいまーす。あれ、あなた、見たことあるな。もしかしてカロスからお越しの？トクサネジムのジムにラフー様とラン様は大変不思議な力をお持ちです。そう、釣り合わせて、エスパータイプのポケモンのように超的な力。何がお困りのことがあればジムをお尋ねになるのが良いかもしれませんよ。そうだね。これがジム。違うか。ここら辺のお家は瓦がしっかりしてるね。でもジムなんてないよ。これ何？そういうの危ない乗り方しない。白い岩だ！知っとるわ。見りゃわかるわ。あ、これがジムね。はいはい。すげえ、こっちもあるんだ。ここなんかすごいね。何があんのここ。船の旅もいいけどな。ポケモンと共に波乗りで海を渡るはなんとも言えない。気持ちよさかるな。うん、わかるよ。若者だもん。発電所とかかな。灯台？え？ロケット？
わからないけど、なんかすごいな。どっかから、遠くから見えないのか。もうちょっと、後ろから見えそうだな。こんにちは。この岩って宇宙センターのみんなにとって大事な岩なの。そっか。宇宙センター。種ヶ島みたいな感じ？へえ、すごいじゃん、ここ。この島が、いいえ、世界中のせめてがいつか自然でいっぱいになればいいのね。ほんとね、そうなったらもう蚊とかいっぱいだよね、ハエとかね。最悪だわ。こんにちは、ポプーラのご登場。なんでみんな生命いけてんのかな？ポプーラさんが見たら、あ、すごい、ポプーラさんが思わないロケットの1000倍すごいわ、みたいな。なんで1000倍やねん、みたいな。ロケットで宇宙に行って、宇宙のポプーラさんと星空ってランデブーしたいわね。何？ポプーラさんと星空ランデブー？何それ？ロケット、ぶっとい。いや、ぶっといわ。私もね。いや、そんなことない。人によってはポケモン宇宙からやってきたっていいよね。本当かな？多分に。何これ？顔はねパネル？あれ、やだ。いやーねー。こんなんではしゃいだら恥ずかしいわ。見れんのかい？柱が邪魔。こっちから見よっと。ちょっとどこで見んのがいいの？こっち側がいいのかな？あんまり見えないじゃん。どうしたおじいちゃん？でっかい鉄の塊が大空を突き抜け、宇宙まで飛んでいく。たまげたもんだわ。ほんとそれな。とんでもねえよな。いや、ロケットが発射したよ。これで30回打ち上げ成功だ。すごいじゃん。やるじゃん。上から目線。おお、ここら辺は管制塔か。ポップウラが来たよ。ハイジャックするよ。つったらすぐ捕まえるだろうな。ちょ、管制塔は私のもんじゃ。すげえ。すごい。ほんと。こんにちは。特産には天気のいい日が多いし、風の向きも安定してる。ロケットを打ち上げるんで持ってこない場所なんですな。へえ。あそこの辺ってトカラレッドあたりって風、そんな感じなのかな。これは何？紙は見えるけど、見えないのか。まあまあ、ここの見学はもうこれぐらいでいっか。どうしよっか。他は見るところは？あ、お姉さん。よくぞ特産宇宙センターへ。はーい。お土産とかもあるんだね。へえ。邪魔。マジ邪魔。へえ、よき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 。こういうところもあるんだね、観光できるところも。ポケモンってすげえって感じ。うん、時間も曖昧だし、ジム行くのはちょっとあれだから、お家も探検しよう。こんにちは。あら、ここらブルジョアのお家？ひわまきのお友達に会えなくても、ポケモンがお手紙を運んでくれるの。離れていても寂しくないわ。離れていてもね。今の時代は離れていても大丈夫。ね。俺の妹はひわまきのボーイフレンドとこう文通してる。ちょっとも羨ましくないぞ、そういう嫉妬やめな。私もよく嫉妬されることはいいけど、なんで嫉妬されるのかわかんないわ。冷蔵庫は切られない。他のお家は？ここら辺住んでる人たちってみんなお金持ちなのかな？うわぁ、怖え。他のお家も見てみよう。こっちは？ホース。どうした？ボケ老人が一人。わしも若い頃は秘密基地マスターとして世界中を旅していたのじゃ。じじいとなって今でもその情熱を衰えておらんぞ。そこの扉の先に秘密基地が現れるの。今かと待ち焦がれておるんじゃ。はい、かかっているようだ。無理だと思うよ。他は？お店でなんか買う？でもお金あんま貯まってないしな。こんにちは。どうも。む、君のストライク。君のことがポロックと同じぐらい好きだろ。どういう例えそれ？いや、君のことがポロックよりも少しだけさらに好きだ。は？変な人と関わっちゃったわ。旦那ったら何をポロック基準で物事が変えるの？いや、ほんと早く離婚した方がいいよ。そんなさ、地雷なんかとさ、人生損するぜ。見るところ見たかなと思ったけど、お家いっぱいあるね、ここ。誰もいねえ。ハイジャックするか。他は？
みんな夜中なのに出歩いてるね。夜型人間が多いのかな、この辺は。でも ロケットの宇宙って普通に昼間だよね。こんにちは。渡ったら一番広い秘密基地を探すつもりなんだって。頑張って。秘密基地の中に道具を使える広くなるところもあるって知ってる？そうなの？丈夫な板とか階段とか絶対買っておいた方がいいよ。へえ。多分そういう秘密基地が好きな人にとってはたまらないんだろうな。ええ猫めっちゃ動くな。キビキビしてるわ。ミヤン。ジバニャンの方が好き。これぐらいかな。じゃあ次回は事務所行きたいなと思ったけど、念のためフレンドリーショップに寄ってから終わりましょう。だま。だまだま。なんかいいのないの？ 8,000 円しかないじゃん。元気のかけらぐらいかな。でもこの前買ったし。うん、問題なさげんティース。では本日はこちらで以上となります。次回は事務戦ですよ。果たしてポペラ勝てるでしょうか？これで何回目だろう？ 7 回目ぐらいの事務ですね。頑張りましょう。レベル上げ全然足りてないと思うんだ。負けるかもしれない。そうなったら特訓しないといけないね。では本日はこちらで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターの拡散もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。